こんにちフラワー。別所小学校 PTA が主催する父親教室が姫路製菓で開かれ、親子がハーバリウム作りなどを楽しみましたよ。この父親教室は親子で楽しむレクリエーションで3年ぶりに開催されました。姫路製菓卸売市場に集まったのは親子連れおよそ100人。長谷川光理事の挨拶の後、場内の見学をしましたよ。ちなみに私姫野製菓は今回の司会進行と見学のご案内などをさせていただきました。場内見学の後は早速ハーバリウム作りです。千日紅やかすみ草、バラなどおよそ10種類の花材を使って好きなテーマで自由に制作、親子で協力しながらハーバリウム作りを楽しみました。続いて花束作りにも挑戦。子どもたちはスタッフのお手本を見ながら真剣な表情で取り組んでいましたよ。個性豊かなハーバリウムと可愛い花束に皆さん嬉しそうな表情。これからもたくさんお花に触れて楽しんでいただけたら嬉しいフラワー。